先崎さんの、自己紹介、はい、お願いします。福岡在住であります、日本第一党、顧問へ勤めてます先崎玲と申します。ありがとうございます。はい、まずですね、日本第一党っていう、まあ、韓国では知らない方が多いと思うんですが、はい、まずいつ頃ちょっとできたのか、なぜ党を作られたのか、背景、はい、簡単に教えてください。まあ党首がねずっと言ってるからご存知だとは思いますけれども、もともと在日特権を許さない市民の会という市民団体がありまして、その分でも私役員しておりました。でその流れの中でこの日韓関係のみにかかわらず日本っていうのを根底から直していくにはやっぱり政治に関与しないとこれはどうしようもないという結論に達し、結局結党、約3年前ですかね、結党いたしました。なるほど、ありがとうございます。はい、でそれで次の質問なんですけれども、はい、まあ、現在は党員は何人ぐらいいらっしゃるのか、あと主にどんな活動をなさってるのか教えていただけませんでしょうか。もう活動はですね、各県連を、今38県ですかね、都道府県に県連本部ができております。その県連本部を通じまして、凱旋や呼びかけ、それからチラシ配り、今後の党の運営に関するそういう活動をもろもろやっております。なるほど。政治の中の分類を見ると、なんかウィキペディアで、はい、見るとですね、右翼あるいはまあ極右って言葉も書かれてるんですけれどもそれは何か意味があるんですか。在特会の時から私感じてたことなんですけど、極右とかその右翼っていうレッテル貼りをされまして、まあレッテル貼るのが好きな人たちがいるわけですから、まあそれは各自勝手でいいと思うんですけど、基本私世界標準で見たら自分はリベラルだと思っております。中立で保守より、そういう活動ですよね。だから、はい、主張をしなかった日本人が声を上げ始めたから、かなりそれでレッテル貼りしてなんとか抑え込もうというその方たちがいらっしゃるんじゃないですか。なるほど。まあ、先ほどですね、はい、ジャイ特会の前身から主に活動なさってまして、はい、特に非常に福岡支部長しながら、はい、まあ、活動が幅広くなさってたと思うんですけれども、はい、慰安婦問題に関しては、はい、まあ、どんな活動をしてたのか教えてください。慰安婦展っていうのが真実の慰安婦展ですね。私たちがフィクションじゃなくてノンフィクション、要するに事実に基づいた慰安婦の、あったあり方っていうのを、展示会を開いて、広めていったりとか、だからもうこの虚構はね壊れてしまったんですよね。韓国の方がどう思われるか分かんないけれども、これ基本的に私も個人的にいろいろ調べました。一次資料をもとにね。でまあ、皆さんね何十万とか言ってますけど、日本航空300万しか外に出てないんですよ。300万が20万人毎日毎日 40-50 人相手にしてたって言ってたから、計算合わないっすよね。そういう嘘をね平気で疲れてきたから、いい加減にしろやと、俺のじいちゃんね、ひいじいちゃんをバカにすんなと、だから声を上げて当然じゃないですか。だから普通に声を上げてきただけで、今それが嘘だったっていうのが韓国の中でも出てきてあるでしょ。僕韓国できないかわかんないけれども、まあそういう、情報も聞いております。もう嘘に基づくその糾弾っていうのはやめていただかないとね、もういい加減こちらもブチ切れますわ。なるほど。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、まあ、政治活動するのには一番大事なのが情報収集だと思うんですよ。はい、で多分さまざまな方が今なさってると思うんですけれども、はい、どのように情報収集してるんですか。情報はですね、ネットはもちろんですけど、各自民党とかなんとか規制政党などに、
まあ、パイプがある人はそっちから持ってくるし、ただ事実は一つですから、一つのソースに頼っちゃダメなんですよね。一つのことがあったら多種多様な意見を自分たちに集めて、じゃあ真実は何なのかって、それが私たちの、一番大事にするところなんです。それと今言われてた情報収集が大事だって言われてましたけど、私はちょっとね意見が違ってて、政治に大事なのはパッションです、情熱です。日本が大好きだって、ただそれだけなんですよ私たちは。はい、以上です。なるほど。韓国でですね、イハム問題で活動しているユン・ミヒャンという方は知ってるんですか？嘘つきでしょ。知ってますか？はい、知ってます。あの議員にまでなったんでしょ、お金持ち逃げてたんでしょ。ユン・ミヒャンさんが、はい、日本に来るときに、はい、主にかなり抗議しにいらっしゃったと思うんですけれども、はい、その情報はどこから得て、例えばその、講演会含めてプライベートでもかなり皆様から。いや、僕らが把握したい中でも、韓国の方、日本の場合はハードル低いですからね、入国もう今はちょっと厳しいですけどね、かなり規定あるんじゃないですか。だって一番許せなかったのは、ドクト守備隊、名前何やったっけ、あれだ、いますよね、あれです、前チェジェイク、あ、チェジェイク、もうどんだけ言ってもね、日本政府が止めなかったんだけど、さすがにね、何年か前、3年前かな、2年前かな、にやっと止まりましてね、あんなね、嘘つきのね、ゴロつきみたいなやつをね、偉そうな顔してね、なんでか知らんけど、こっちに来たら偉そうな顔して、ね、私たちに、こう、抗議させないような、だからそれも やっと止まったんですよね、嘘だっていうのがね。顧問さんが今おっしゃったように、公式的にね、はい、韓国から来て、はい、活動するってことは大体ネットにも上がってるし、出ますよね、はい、でそれで皆さんが把握してね、情報収集して、はい、これは、さっきおっしゃったように嘘つきだと、はい、事実じゃないんだと、はい、抗議しにってことはそれも自由じゃないですか、はい、だけど、あまりにも公式じゃない、非公式でも皆さんはどこからその情報を収集してるのかよくわからないんですが、結構、尾行じゃないんですけれども、何か結構、抗議で結構いらっしゃったっていう話があるんで。そうですね、普通に僕らが知り得る情報っていうのは、皆さんがちょっと本気になればすぐわかる情報で、ちょっとググってみたらね、そういうこう、はっきり言いますけど、私の中でもう朝鮮問題どうでもいいんですよ。もう朝鮮人っていう朝鮮の国の方には申し訳ないけどね、信頼に値しない国だと。断交するのがこれは一番私たちの求めるところだっていうふうにね、非常に失礼な言い方かもしれんけど、はっきり言わないとね、いい加減切れました。日本人は切れるまでが長いけど、切れたら早いですよ。なるほどね、はい、あと韓国でも情報収集する国家諜報院っていう団体があると思うんですけれども、はい、そっちと日本の公安とも結構協力されてるんですか？公安はかなり、僕らの各県連 の本部長とかなんとかには、担当がついてますからね。私にもついてましたし、在特の時からついてました。でそっちから情報を流すとか流さないじゃなくて、あくまで協力関係ですから、阿吽の呼吸をそこでいちいちこうリークしたりリークされたりって、そういうのはありません、あくまで日本人の場合は信頼をよりどころにやりますので、言っていい情報と言っちゃいけない情報っていうのは各自がで、 それによって相手をどこまで信用していいかっていうのは各自の判断です。ある追放なんですけれども、はい、韓国国家諜報院と含めて、はい、日本の公安から、はい、ユン・ミヒャン の慰安婦活動するときに、その情報がですね、日本側に、提供されたと、追放があったんですが、それは事実なんですか？嘘でしょ。日本 の公安そんなことしませんよ。しない、はい、リンクしてね、僕らを動かすとか、
そういうのをまして、そういうのが僕ら利用されてるって分かったら絶対動きませんから、それぐらい分かるように、だから日頃から、ね、飯食ったりなんたりしてその信頼関係を持ってるわけです。だから信頼によって成り立ってるから、なんていう、そういうこう裏切り前提で付き合ってるわけじゃないですからね。あくまで公安だって日本の行政官ですから、日本が大好きなんですよ。絶対言いませんけどね、彼らは。だけど聞いてて僕らが言ってることにうなずいてる気持ちはあるんじゃないかなと思っております。なるほどね。先ほどの話の中で、まあ、自民党とあるいは日本の、あの公安ともの協力があると。はい、まあ、あのどんな協力をなさる。いや、だから協力って言ったら、その韓国の方がどういうふうにね捉えるかわかんないけど、例えば友好的にあのお付き合いしましょうっていうのはご挨拶程度であったりとかしますけど、必要以上に情報の、貸し借りとかそういうことはないです。あのあくまで韓国のあの公安局ですか、情報局ですか、そういうところないですから日本。なるほどね。そうなんだ。まあ、次ちょっと慰安婦のこともちょっと伺いたいんですけれども、はい、まあ、韓国の市民、まあ、市民活動してる方とか、はい、あの日本でですね、まあ、慰安婦問題をいろいろちょっと活動してるじゃないですか、はい、でその行動に関して、どう思っているのか、何が問題なのか。あれ一番悪いのは日本の、あの左翼なんです。日本の左翼がオタクの国もしくは中国に行って、ね、日本はこんなひどいことをした、こんなひどいことをしたって嘘をご中心したわけです。それに乗っかっちゃったのが中国であり、まあ、韓国なんですよ。で韓国の人たちは日本人が言ってんだからって、日本人の中のその極左って言われるような弁護士とかなんとかたくさんいますけど、特に共産党系とかね、あの日本を悪く言いたくてしょうがない人たちの口車にちょっとあのごめんなさいだけど韓国の人、あの中国の人乗せられただけです。嘘を信じ込ませられたわけです。で乗っかって日本を叩いたらお金になる、そういう構図が見えてるじゃないですか。なるほどね。あとですね、これちょっと写真なんですが、はい、あのこれが2013年、岡山、はい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 、多分仙崎さんこっちに、はい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 、はい、これは私ですね、こっちだと思うんですけども、はいはい、そうです。覚えてますか。覚えてますよ。あのその時も、ちょっとあの、まあ、抗議しにいらっしゃったっていう、そのいや、あれはですね、僕らがデモをやるっていうことで、デモもしくは凱旋だったろうと思うけど、あの岡山の公園でやったんだけど、その岡山の場合関西が近いですよね。関西ってあの民団とか総連があの総屈でしょ。あっち系の人間が来てえらい騒ぎになったんですよね。要するに僕らはただ主張してるだけですよ、事実を。慰安婦なんていなかったんだって、あれは単なる、売春婦なんだっていうことを主張してるだけなのに、あ、いやいや、それが嫌っていうか困るんでしょうね。もう必要以上に差別だったり、何でもかんでもすぐ差別って言えば僕らが黙るぐらい思って、もう言ったようにもう日本人切れちゃった、ね、もう切れたら戻れませんからっていうことですよ。だからその時に僕らが言ってるのはもういつもと同じ、主張を変えたことは一度もありませんから。分かりました。まあ、それとあの慰安婦以外、まあ、日韓関係の歴史の問題がさまざまあるんですけれども、はい、まあ、韓国からあの活動家が来たりとか、はい、まあ、日本でも活動する方がいるんですけれども、はい、まあ、公式的なあの活動以外、本当になんかホテルまでになんか、まあ、していたりとか、尾行とかそういうことはしたことはないんですよね。尾行じゃなくてね、知事行くの時にね、2回目か3回目の時かな、ホテルが分かったんです、泊まってるホテルが、ね、だから朝早く行ってご挨拶でおはようございますと、それはやりましたね。それどうやって分かったんですか。あれはね、大阪の人間が、大阪の活動のやってる人間がどうもあのホテルらしいっていうことをつかめた、情報をつかんだみたいで、
それからじゃああそこんなら朝ご挨拶に行こうって言って行っただけです。その人は、まあ、仙崎さんのこの日本第一党のメンバーですか？いや、日本その時はまだ在特会でしたから。なるほどね、わかりました。じゃあ、まあ、ちょっと遡るんですけれども、はい、2015年、慰安問題、日韓合意がありました、はい、どのように思ってますか？日韓合意はデタラメです。ありえないです。政府がそれを認めちゃいけんのですよ。僕らはずっと言ってたけど、どんなに考えても先ほど300万人に対して20万っていう数字が出てきましたけど、実際はですね、畑育彦先生が調べた人数っていうのは2万人です。要するに慰安婦はですね。で、2万人のうち約6割が日本人ですよ。6割。その時は日本国だったけど、朝鮮の方々は、2割です。で、あとの1割が地元の方たちっていうことになってるんです。これはその育彦先生が、学者として調べた数字ですから、私はそれは間違ってないと思ってますし、日本人で慰安婦やってたから賠償しろって謝れって言ってる人一人もいないんです。6割ですよ、2万人の。その方たちが何で言わないか分かります？お金もらってたからですよ。恥ずかしくて言えないんです。それをね、恥ずかしげもなくね、やむだったから金よこせって、ちょっと僕らの感覚で言ったらアホじゃないのって思います、私はね。まあ、今後ですね、その合意がちょっと白紙になったんですけれども、うん、韓国の態度な立場に関してどう思ってますか？もう韓国はおしまいでしょうね。日本が嫌いなんでしょう、韓国の方たちは。で、反日やってるわけでしょ。だけど自分たちが経済的にどういうふうに日本に恩恵を受けてきたかっていうのを冷静に考えればわかるんです。だから韓国の経済界の人たちは分かってんです。だけど言ったら非国民って言われるから言わないんです、彼ら。だけど今日本企業、それから欧米の企業がどんどん引き上げてますよね、韓国からですね。これ当たり前の規律ですよ。いい加減甘いすぎたんですよ、韓国はね、私が思うにと思います、うん、もういい加減自分の足で立って歩けばいいんじゃないですか。私はただ隣にあるだけで有効が必要だとは一切思いませんから。じゃあ仙崎さんから見て慰安婦の問題に関してですね、はい、まあ、強制連行はなかったと？ないです。まあ、証拠とかいっぱいあるんですよね。いや、あれは証拠じゃないでしょ。じゃあお聞きしますけど、これ多分当時も聞いてるとは思うけど、その時その連れて行かれた慰安婦って言われる少女たち、もしくは奥さんたち、もしくはおばあさんたちの旦那さんとか周りの人たちは何やってたんですか？自分とこの婦女子が連れて行って黙って見てたんですか？そういうないじゃないですか、抵抗したとか。おかしいじゃないですか。だからいい加減嘘つくなって言うんです。わかりました。今名古屋とですね、はい、大阪で、まあ、展示中なんですけれども、はい、まあ、肖像画なんですね、はい、それに対してどう思いますか？肖像画っていうのはモデルは誰ですか？モデル、作者の方が言われてますよね、誰をモデルにしたかって。あれは米軍に引っ込められた女の子のモデルでしょ。慰安婦と何の関係があるんですか？そういうことぐらい調べてますよ、わかりますよ、ね、だから何とも思いませんよ。あんな像を見ても韓国の人ってなんで人に嫌がらせして喜ぶんですかね。人が嫌がることをやるというのは日本では美徳なんです。だけど韓国のやる人の嫌がることをやるっていうのはね、侮辱なんです。それすらわからないのかなって、もう悲しくなりますけどね。なるほど。あと日本でですね、まあ、桜井佳子さん、はい、西岡勉さん、はい、もうご存知だと思うんですけれども、はい、まあ、どんな人物なんですか？いや、僕は会って話したことありませんから。ただ著書を読んだりとかテレビ YouTube で見たりとか
そういうのはしてますけれども、主張的にはまあ、僕らと変わらないような史実に基づいたことを言ってますと私は認識しています。まあ、そちらとの交流とかなんかないですか？ないですか？ありません。あ、なるほど。あと日本でですね、統一日報ご存知ですか？統一日報あれの統一教会系の。いや、知らない。知らない。知らないというか、統一教会は知ってますよ。統一教会知ってますけど、あれ確か文鮮明鮮明やったっけ、じゃなかったっけ。文鮮明ね。ですよね。単なるエソ宗教でしょ、壺売ってたやつでしょ。で、統一日報にいるですね、まあ、主幹なんですけど、ホンヒョンっていう方はご存知ですか？知らない。はい。それは統一教会の方ですか？統一教会とはちょっと違う。統一教会の世界日報です。世界日報。ええ、統一日報はちょっとまた別です。あ、別なわけね。まあ、在日の方で作られた新聞社なんですけれども。在日信用ないですから、日本。日本人で在日好きな人いませんよ、はっきり言いますけど。彼らこれ発表しても流してもいいけど、史実を言いますけど、戦後ね、日本が敗れた時、第一世ですよね、その頃の在日の一世の方々が日本国中で何をやったかって調べてみてください。それは腹渡逃げ帰るようなことされてますから。それを分かってるから、民団とか総連がね、なんとか力で抑え込もう、黙らせようと思ってやってきたんですよ。だから日本人としてはね、あの史実を知ったら、こいつらなんでここにおるんやと思うのが、僕は普通の人間の反応だと思いますけど。ごめんなさいね、きついことを言ってるみたいですけど、私はこれは自分で調べて、あ、これが史実だっていうふうに認識してるから、こういうね、言葉が出てくると思われて結構だし、もし私が言ってることが嘘だって言うんだったら、いくらでも言ってきてください。まあ、日韓関係がどんどん悪くなってるって言われるんですけれども、はい、なぜが問題だと思いますか？嘘つくからどっち側が朝鮮がなるほどね。最後において伺いたいんですけれども、はい、まあ、先ほど自民党とか、あと日本の公安とかでも挨拶しに、はい、まあ、ちょっとまあ交流があったりとかおっしゃったじゃないですか。年に何度もあるんですか？いや、それは各県連レベルでやっぱり政治にね、近い人たちもおるわけです。その政党に入ってるわけじゃないですよ。その政党の人と、お話しする機会を持ってる人とかおるわけです。それを組織だってやってるわけでも何でもないんです。ただたまたまこういう情報を言ってたよって、それは流れてくるだけの話、うん、組織的に情報を集めようっていうことはありませんし、うん、まあそんな暇じゃないです。僕ら自分たちそれぞれ仕事を持ってやってますからね。だから僕だってもう今日本当は土日って言ったら私仕事忙しいんだけどね、しょうがない、これは来なきゃいけないから今回来てるだけの話で、はっきり言いますけど、みんな手出しでやってます。なんで そうやってるかって言ったら、先ほど言ったように史実を知れば知るほど、あ、ここで引いちゃいけないと、もうここでね終わらせましょう関係をと私は思ってるんですよ。やっぱにこやかに別れた方がいいじゃないですかと思います。はい、正式的にインタビューはこれで終わりました。一旦ちょっと椅子を戻して、はい、ちょっと座って私とちょっとお話しする場面を取っていただいて、はい、ちょっと日本第一党の、ナレーションで使うちょっと映像を少し撮らせてください。すいません。그러면일단확인좀해줘그예를들어서30분이지나면은촬영이안된다고했잖아근데2분촬영을30분까지인지아니면여기힘을주려면찍을게많거든여기一応仙崎さんの方は、まあさまあ、12時半に終わらせて、ちょっとこの中もなるべくやった方がいいですよね。全員一緒に出ますので。あ、分かりました。すいません、ちゃんとやりましょう。はい、はい。
分かりました。ではちょっと横ばってあれですけど、40分まで大丈夫ですか？いや、40分はちょっとごめんなさい。次があるので、ごめんなさいね。少し戻しますので、ちょっと2、3分待っててください。すいません。韓国の父はあんたいろんなイメージで、いえいえ、まあ、気軽く、まあ、さっきも全部おっしゃっていただいたんですけれども、もう一回ちょっといろいろちょっと伺いますので、気軽くおっしゃってください。結構長いんですか、仙崎さんは、ジャイト会からずっと。だから、当主とほぼ同じぐらいです。当主が、ジャイト会立ち上げた時に、もう一番最初から。で、その時になぜか私が一番支部の中で年上だったから、このままでちょっとお願いしてもいいですか？あ、前にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それで、だからその時からだからもうずっとそれから16年ぐらい。なんかきっかけがあったんですか？結局それまではもう私ものんぽりでいろいろ知らなかったんだけど、知れば知るほど嫌いになる国、韓国ですよね。いろんなことを調べてみたら、思い込まされてた嘘がだんだん分かってきたわけです。これは違うぞと。で、それからですよね。で、積極的にいろいろ活動して、行政とか交渉とか、そういうとか外線、もしくはデモとかやりながら。で、その間でも私いろいろ他に、本であったりとか映像であったりとかして、勉強してきました。なるほどね。それで、軍艦島ってありますよね、はい、長崎ですね。そちら の,、とんでもない映画作られた、大体炭鉱ってあなたたち知らないでしょ。あの時代の炭鉱って最先端技術なんですよ。そんな連れてきた人を奴隷みたいにして現場で働かせるって、そんなことしたら山崩れますから、ありえない話なんですよ。なるほどね。だから妄想で作っちゃダメでしょ、嘘を。だからそういうとこをね、だからその時に、あれは筑後の方だけどの炭鉱で一緒に働いてたっていう、サタニさんって言われる方がいるんだけど、本を書かれてある方なんですけど、その自費出版した本を私も読ませていただいたんだけど、日本人って差別ないんですよ、本当言って。ペクチョンなんていませんから日本には、ね、なるほどね。で、あと結構仙崎さんの方でも、結構抗議しにあちこち行くじゃないですか、まあ、その時はどのように例えば情報収集してその現場に行くんですか？情報収集っていうか、今ネットでかなりのね部分までは検索できます。で、あとは市役所だったら情報開示請求、これに関して、そう、だから第一資料が僕らの要するに武器なんです。事実はこれだからこれはおかしいだろうって、そうしないと説得力ないでしょ。私たちが嘘ついて、その嘘に基づいて抗議してるわけでも何でもないんです。先ほど話が出ましたペー・レソンっていう人おるんだけど、もう死んじゃったんですけどね。この方、慰安婦のその、なんてか知らんけど、公園にその慰安婦のその火を建てるわけです、石碑を。なんでこんなことしたがあるかなって、本当嘘って分かってて、しかも公園っていう公園、公の場でそれを許す行政側にも文句言うし、そのペーレソンさんにいくら言ったところでこれ話にならんから、でもう死んじゃったから言いませんけどね。そうなんだ。まあ、先ほどもちょっと私見せたんですけれども、岡山のやつ、この時、覚えてますか？はい、覚えてますよ。その当時の話をちょっとしていただけますか？この時は先ほど言ったように、あ、これは慰安婦のあそこだ、岡山の2013年、キム・ボットン、ですよね。弓矢さんも来てたんですよ。あ、知らない。その若い兄ちゃんが降りてきて俺に向かってこうしよったけど、失礼なやつですよな。
あの私たちはこの時にこれマイクあるけどマイク使ってないんです。こう周りあの住宅だから地声でやったんですよ、その時はね。だからあの嘘はつくなっていうことを言ったの、うん、だからこっちに出てこいと、うんうん、だけどその時のユン・ミハンですか、ええ、うん、いいから出てこいとね、史実について話そうって。なるほど、ね、でそれを言ってたら若いのが出てきたんですけど、ええええ、そいつにだから呼んでこいと言ったんだけど、うん、だから僕らはあの要は話し合いで、それこそ話し合いでしょ、あっちが言ってることとこっちが言ってることの主張してるのが食い違ってるわけだから、どっちかが嘘ついてますわな。だからはっきりさせましょうと。なるほどね、出てくるべきでしょ、うん、彼あのそのユン・ミハンが本当のことを言ってるんだったら、うんうん、日本人嘘つくなって怒って当然じゃないですか。なるほどね。なんで来ないんですか。でもカメラも花걸어서좀찍어주세요마지막으로。で最後にこれ実務者 の, あの、はい、まあ、証言なんですけれども、はい、まあ、先ほど申し上げたような、まあ、韓国の国家情報院っていうところと、はい、あとに日本の公安がですね、はい、あのまあ、協力する場面もあったし、はい、そちらから例えばユン・ミヤ含めてですね、うん、まあ、日韓関係の問題があるさまざまなあの、うん、その活動に関して、まあ、右翼集団とか組織に、まあ、その情報が漏れちゃったっていう何か。それはないですよ。その時はね、確かね、島根県支部長が、うん、そのどうも金ボットンってそれ出してたんでしょ。金ボットンが講演するっていうのは民団かなんか の, あ, のあれかなんか知らないけど、それで聞いてじゃあ抗議しに行くぜっていうので、その時はね3人ですよ行ったの。あ、まあ、その時は、まあ、例えば公式的にあのネットでも上がってるので、はい、まあ、先ほど仙崎さんが調べればすぐできるはずなんですけれども、はいはい、例えば泊まってる先ほどホテルとか、あるいは他の非公式でね、ちょっと活動した時もかなり何かのあの方がいらっしゃったっていう あのですね、あのまあそういうふうなストーリー作りたいのかもしれないけど、先ほどから言ってるように日本の公安というのはそういうことはしません。で私たちは右翼団体じゃなくて保守系団体です。保守系、はい、うんうんうん、あくまで保守系です。日本が要するに日本の伝統と文化を守っていきたいと、正しい歴史観を持ったあの日本っていうのを残していきたいというのが私たちの主張ですので、右翼っていうのは違うんです、ね、分かりました、ありがとうございます、はい、じゃあ残り5分頑張ります。すいません。なるほどね。じゃあそしたらウィキペディアのそれを直さないといけないんですね、はい、当たり前です。あんなもん誰でも書かれられるんでしょ。だからそれはあの局って書いてあると思う、間違えてそう、あの間違えていうか、ね、そういうレッテルを貼りたいわけですよね私たちがおかしいっていうことをね、うんうん、話してみてどうでした。私聞くんですか。キピディ、내생각은여기가찍을게많거든사무실풍경찍으려고어떻게할까